子です。秀幸です。今日はソフトバンク新プラン発表されました。はい、それについて話していきましょう。早速なんですけど、本日12月22日ソフトバンクがアハモに対抗するために新プランを発表しました。そしてそれに合わせて今までやった Y モバイル、ソフトバンクも料金改定がされました。なので今回は3つのプランについて紹介したいと思います。で、その3つのプランなんですけど、こんな感じでして、オンライン専用ブランド、小中容量ブランド、大容量ブランドの3つになります。まあ、これだけ見たらね、察しのいい人はわかるかもしれないんですけど、小中容量ブランドが Y モバイルで、大容量ブランドがソフトバンク、そしてオンライン専用ブランドというのが、こちらがアハモに対抗したプランです。で、このオンライン専用ブランドなんですけど、なんと LINE モバイルをソフトバンクの完全子会社化として吸収合併して、そしてソフトバンクオンラインというプランを出すそうです。おー。で、こちらね、ソフトバンクオンラインっていうのは、このプランがオンライン専用という意味と LINE の2つがかけてあるんですよね。それでソフトバンクオンラインですね。で、こちら2021年3月からサービス開始予定です。まあ、思いっきりね、アハモに対抗してますね、これは。そして料金もアハモと全く同じで2980円、容量も20ギガ同じで、あと5分以内の通話は無料というのも同じですね。そしてオンライン専用、こちらも同じ。ただアハモと違うとこは、 LINE はギガノーカウント、そして eSIM 対応、こちらがアハモとは違う点です。 LINE はこの20ギガに含まれません。まあ、嬉しい人はいるんじゃないですかね。そして僕、これは結構僕は嬉しいんですけど、 eSIM 対応なんですよ。アハモは eSIM 対応というのは今のところ言ってないんですけど、このソフトバンクオンラインは eSIM 対応なんで、僕これは結構いいなと思ってます。今の LINE モバイルって、あのネットワークの通信環境が遅いってよく言われるんですよね。言われてると思うんですけど、なんとこのソフトバンクオンラインに関しては、もうソフトバンクと全く同じネットワークで同一の品質らしいです。まあ、なのでその通信品質に関しては問題ないのかなと思います。ソフトバンクオンラインに移行するための手続きは簡単で楽々と書いてますけど、まあ、ウェブ以外にもなんと LINE からできるらしくて、まあ、それはね、LINE 使い慣れてる人多いと思うんで、まあ、結構ね、みんな乗り換えやすいんじゃないかなと思います。次は2つ目の小中容量プラン、まあ、こちら Y モバイルのプランですね。この Y モバイルのプランなんですけど、シンプル SML の3つになります。そして料金が安くなってます。これ結構安くなってるんですけど、ただ今までの Y モバイルは通話が10分以内は無料っていうのがついてたんですけど、今回からつかなくなります。で、つけたい場合は700円プラスで払うとつけれるんですけど、それをつけてしまうと実は料金があんまり変わらないと。ただ 5G も使えるようになったんで、まあ、そこはプラスですかね。で、こちらは2021年2月から開始予定です。まあ、5G が使えるようになったんでいいかなってぐらいですかね、こちらは。で、ソフトバンクオンラインは割引とかは一切ないんですけど、こちらのプランは割引が今の Y モバイル同様にありまして、おうち割光セットもしくは家族割引、どちらかが適用されます。家族で一緒に入れば2回線目以降から500円割引、おうち割光セットはソフトバンク光に入れば500円割引、まあ、どちらかが適用されるって感じですね。で、まあ、それで1480円、2480円、3280円になるといった感じです。まあ、料金だけ見るとね、すごい安いんですけどね。まあ、ただね、10分以内の通話無料がなくなったので、ちょっと残念かなと僕は思ってます。はい、そして3つ目の大容量向けのプランですね。こちらメリハリ無制限というものが出ました。なんとソフトバンクは容量無制限プラン出してなかったんですけど、今回出してきました。で、こちら2021年3月から開始予定です。で、料金はこちら6580円、 au とかドコモの新プラン、アハモじゃないドコモの新プラン
は割引後の料金を書いてたんですよね。ただソフトバンクは6580円って書いてて、割引前の料金をここに歌ってるんですよね。なのでそこは僕は結構評価できるというか、ソフトバンク素直だなと思いました、はい、で一応やっぱり割引はありまして、 Y モバイルの時はおうち割引セットもしくは家族割だったんですけど、ソフトバンクの方はおうち割引セットプラス家族割、両方が適用されます。で、料金の方がおうち割引セットの方が1000円割引で、で家族割の方は、3人で1100円引かれることになります。でマックスで4480円になります。4480円で無制限だと思ったら安いのかもしれません。でこれで 5G も使えるので、 3G 時代の時は無制限だったと思うんですけど、確か4000円ちょっとだったと思うんですよね。なので昔に戻って 5G が使えると思ったら、もしかしたらこのプランはいいのかもしれません。まあ楽天モバイルがね、無制限なんでね、楽天モバイルが頑張ってくれればまあいいんですけどね、それでうん、まあでもうん、ソフトバンク回線は、まあ、楽天モバイルよりかはつながるんで、そういうね通信の品質っていう面では高いと思うので、うん、この料金で使い放題なら安い気がします。はい、というわけでこの3つのプランが出ました。どうでしょうこのプラン。結構ソフトバンクさん頑張ってきたんじゃないですか。そうですね、うん、僕も、うん、そう思いました、うん、この、まあ、YouTube で発表しててライブ見れなかったんでアーカイブを後から見たんですけど、うん、そうですね、僕はすごい、うん、追従してきたなと思いましたね。頑張ったなと思いました、うん、まあ、ただYouTube の発表のチャットのコメントはもっと安くしろとか、なんかそんな感じでした、うん、まあ、au ほどではないですけど、やっぱ追従なんでね、後追いなんで、やっぱそういうことはやりますよね、うん、アホモの時はもうね、みんなすげーって言ってたんですけど、全く同じ料金のソフトバンクでプラス LINE がギガのオーカウントで、さらに eSIM も対応してきたソフトバンクだったんですけど、やっぱりね後からだったんで、ちょっとねそういう意見はありましたね、うん、どうですか、アホモと比べてソフトバンクというかソフトバンクオンライン使ってみたいなとか思いました？今の時点では僕はアホモですね。おー、なんでそれは。というのが LINE のギガのオーカウントなんですけど、そもそも LINE ってそんなにギガ使わないんですよね。20ギガあるだったらギガのオーカウントを LINE にしなくてもいいかなと思ってて、でもし YouTube とかがギガのオーカウントとかだと僕はすごいいいプランだと思うんですよ。多分もうこれにすると思うんですよね、うんうん、ただ LINE なんで、まあ、ギガのオーカウントするのがそんなに魅力的に見えないですかね、まあ、ただ唯一いい点は、まあ、eSIM ですね、うん、eSIM はすごいいいなと思うんですけど、まあ、ただそれよりもドコモの回線が使えるっていう方がメリットが高いかなと思うんで、同じ料金だったら僕はアハモにしますかね。皆さんがねそこをどう判断するかってところにかかってくるかもしれないね。まあそうですね、うんうん、あとちなみにこの3つのプランをプランを移行する時の手数料は0円です。おお、はい、今までは Y モバイルからソフトバンクに行くときは事務手数料0円だったんですけど、ソフトバンクから Y モバイルに行くときはかかってたんですよね。ただ今回はこの3つのプラン、どういうふうに移動しても事務手数料0円になりました。おー、それは嬉しいね。嬉しいですね、うんうん、なので今ソフトバンクか Y モバイルに入ってる人はもしかしたらこの、ね、ソフトバンクオンラインとかを選ぶのもありかもしれません、うんうんうん、まあ、僕らはね今 Y モバイルなんですけど、うん、もしねアハモに移動しようと思ったら事務手数料今かかるんで、うん、まあ、そう思うとね、まあ、ソフトバンクオンラインに僕らは移動するのが一番お金がかからないのかなと思います。そうだね、うん、まあでも僕はそれでもアハモに多分しますねさて皆さんはこの発表を聞いてどう思われたでしょうか。よかったらコメント欄に書いてみてください。浜ゆことひりゆきがお送りしました。チャンネル登録そして高評価ボタンお願いします。あなたのいいねが私たちの動画作りの励みになります。またねー、バイバーイ、